はい、マノチェです。よろしくお願いします。ドラゴンボール Z クロスキーパーズやっていきましょう。いやー、このさ、敵はサイヤ人。これのハードの、ボスのナッパが強い。勝てない。なんとか今日勝っていこう。ちょっとアイテムとか使って、ちょっと匂い棒今日はもったいないな。普通の匂い棒3ついきますか。はい、オッケー。助っ人を呼びましょう。助っ人呼ぶ。加藤。マジで強いんだよな。本当に勝てる気がしない。ただまあ今回助っ人呼んだから助っ人呼ぶのは初です。今まで助っ人呼ばずにやってたんだけど、今回ちょっと助っ人呼んで勝ちに行きましょう。勝ちてー。どうにかすっからな、どうにかしちゃっかんな。絶対勝ってやっかんな。あ、やばい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 。まだ助っ人呼べないのか。いや、なんとかチャオズだけを倒したいな。無理か。危ねえ。おい、待ってくれ。俺も今ひさささ撃っただろう。スケット来たね。どうしよっかな。ピッコロさんを3、4人行った方がいいかな。いや、確実に殺そう、確実に殺そう。もったいなかったな。もったいない。思ったよりカメハメハで削ったな。まあちょっともったいないことはしてしまったけども、これ残すはあれだろう。栽培マンと、ナッパでしょう。ちょっと悟空殺したくないな。死んじゃいそう。頑張れ。ナッパに撃ちたかったな、カメハメハ。もう一人の助っ人ちょっと取っとこうか。これでうまいこと死なねえかな。オッケー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 。あ、やばい、気がない。危ない、死んじゃう。クリリン死んじゃいましたね。これでいけるべ。倒せりゃそれでいいわ。うわ、死なねえのか。いやー、よかった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 。なんとか勝てたな。めっちゃ強いな、本当に。助っ人ありがとうございました。本当に強い。で、一番最初にやったベリーハード、世界一の殺しはタオパイパイのベリーハードもちょっと挑戦はしたんだよね。もうボス絶対勝てない。無理、これは無理だ。やっぱ Z ランクのキャラがいないときついのかなって気はしてるね。ベリーハードまで行っちゃうとね。
ハードはまあ助っ人呼んでとかっていう感じで、まあギリギリなんとかなんのかなという感じではあるけどもね。よし、終わろうかな。はい、チームマノッチキーパーズ募集しております。ぜひ来てね。動画で名前載るかもしれないですけども、みんなで協力してやっていこう。いやー、これさー、ガシャ迷うなー、本当にな。今ね5枚ぐらいあるの、なんやかんやでね。でこれが26日までなのさ、悟空が。ここを狙っていくべきなのか、このガシャチケットを取っといて、新しいイベントが来たら、ガシャイベントが来たらそっちに費やすべきか迷ってんでね。新しい方かなと思うんだよね。今やってるだけだったら、この DP っていうのは普通にやってても手に入んないんだ。おそらく DP はもう購入するしかないんだよね、術が。なんで、このガシャチケットでいかに引くかなんだよね。このプレミアムガシャチケットもさ、10枚使えばさ、11回とかにしてほしいよね。10枚で10回って普通すぎるから嫌だよね。まあ、終わりますか。いやー、強かったなー。まあ次はあれかな、ボス戦のクリリンあたりをちょっと挑戦したいかな。動画撮れそうだったら撮りたいかな。このイベント来てほしいね。なんかお金稼ぐイベントとかさ、覚醒アイテムのイベントとか欲しいわ。よし、では、終わろっかな。終わります。さっきも言ったけど、チームマノチキーパーズ募集しております。よろしくお願いします。では、終わりましょう。終わり、バイバイ。